重大ニュースや決定的瞬間を通して平成の愛媛を振り返る報道写真展が9日松山市一番町3丁目の松山三越で始まりました。会場には愛媛新聞の記者が収めた平成元年から30年までの感動の名場面や社会を震撼させた事件などを年代ごとにおよそ100点展示しています。平成8年の夏の甲子園決勝での一枚は奇跡のバックホームと呼ばれる伝説的な場面を捉えています。平成13年の愛媛丸事故を伝えた写真や去年7月の西日本豪雨で甚大な被害を受けた大洲市内を小型無人機で撮影した写真など忘れてはいけない愛媛のシーンが並んでいます。天皇皇后両陛下が平成5年の全国豊かな海づくり大会に出席された際の写真なども展示していて残り1ヶ月を切った平成への思いを深めさせます。そうですね、もうあっという間だったですね。30年、やっぱり災害なんかの写真見たらやっぱ心がまた痛みますね、はい、もうぜひご来場の皆様には愛媛のこの30年間、こういった出来事があったよということを振り返りながら新しい令和の年を迎えていただきたいというふうに思っております。写真展は21日まで開かれていて入場は無料です。